私はサナンダです。そして、私は、あなたが置かれているこの継続的で変化する時代、そして、あなたの周りで起こっているすべてのことのために、あなたに負担をかけ、多くの場合、様々な方法で、あなたを幻想に縛り付けているこの時代に、あなたと一緒にいます。あなたにしがみつこうとしています。自分の中のエゴが我慢しようとしているのです。それは手放したくないのです。それがあなたの人生にとって無関係になることは望ましくありません。しかし、あなたの内なる神としてのあなた、神を知っているあなたとして、あなたの中にアイアムの存在がますます定着し始めています。私はあなたを愛しています。私のエゴ。とますます言えるようになりますが、あなたは一歩脇に置いて、神の自己、私の中の神の力が主導権を握ることを許可する必要があります。それが今起きていることなのです。それがあなた方全員がやるべきことを学び、訓練されていることであり、自分の人生をコントロールし、自分がここに来たすべてになる力を自分の中に取り戻すことです。確かに、これはあなたが現時点で生きている重要な障害だからです。これはあなたを古いやり方、古いプログラミング、幻想の古いやり方から、新しい、より高い理解、4次元と5次元、そしてそれを超えた新しい、より高い振動周波数に引き離すものです。それがあなたがここに来た目的であり、道を切り開き、道を示すためです。しかし、他の人に道を示すためには、まず自分自身で道を作らなければなりません。それが、今この時点であなたがやっていることなのです。それがあなたが実践していることです。そして、幻想、古い幻想、古いプログラミングをあなたとあなたという集団によって創造されている新しい現実から分離できればできるほどそれがより容易になります。人生における執着を手放すことです。あなた方皆が知っている束の間の執着はあなた方がこの幻想の中にいる間だけ存在しますが、幻想から離れるともはや必要ありません。あなたが5次元の表現の中にいるとき、執着はもはや必要ありません。それらは過去のものとなり、旅の忘れられた部分になります。それについて考えてみましょう。自分という存在のあらゆるレベルで、自分が本当に誰であるかをついに理解できた日が、どれほど素晴らしいことになるか考えてみてください。死の表現ではなく、人生のすべてが目の前にあることを知ったとき、地球上の多くの人が、これが終わりであると信じていますが、あなた方は、これが始まりに過ぎず、新たな始まりに過ぎないことを知っています。したがって、もしあなたが死のプロセスを経たとしても、それは別の旅の始まりに過ぎず、その後もまた別の旅があり、その後もまた別の旅が続くことになります。それは決して終わることがありません。生命そのもの、人生、普遍的な生命は決して終わることがありません。それだけで、それは普遍的なものなのです。無限の記号は始まりも終わりもないということを理解するものとして考えてください。それがあなたの内なる神の表現としてのあなたです。イエシュアが私の内にその神の表現を引き受けたように、私もその表現、私の内にあるキリスト意識の表現を持って地球を歩き、それを経験し、感じようとする準備ができている周りの人々に、それを示すことができました。私がそれを行うことができたのと同じように、あなた方全員がこの要となる人生で目指して取り組んでいることです。だから、自分自身を信じて、自分の奥深くにある認識を信じてください。そしてそれらはあなたの奥深くにあり、あなたが必要とするときはいつでもそこにあります。
何かがあなたを引き止めようとしてあなたに手を差し伸べていると感じた時は、いつでも内なる認識がそこにあることを知ってください。直感、内なるささやきはあなたを前進させ、一歩ずつ前進させ続けるために存在します。実際1000マイルの旅は最初のステップから始まり、次のステップ、そして次のステップなどと続くからです。そしてすぐに、それがただ一歩ずつではなく、ゴールラインに到達するために走り続けていることに気づくでしょう。繰り返しになりますが、今回皆さんがここに来ているのはそのためです。私はサナンダです。今は平和と愛と一体感の中であなたと別れます。そしてこれが残りの旅の始まりに過ぎないことを知りながら、一歩一歩前進し続けること。